方アジアカップ走行試合、プレミア勢は呼べなさそう。日本代表が、2024年1月1日に国際親善試合でタイ代表と国立競技場にて試合が行われることになった。日本代表史上初となる元旦決戦となる。試合が決まったはいいものの、ヨーロッパではプレミア、ラリーガなどはシーズン真っ只中。日本代表の中核を担う選手を呼ぶことはできない状況がネット上で話題に。普通に考えてプレミア勢は呼ばないだろ。元旦はプレミア勢は確定で出れんやろ。富、渡る、三笘のプレミア勢は試合あるから来ないな。元日の対戦は国内組中心で見たいな。元旦の代表戦って国内組接濃厚？矢印ウインターブレイクのある分デス組も入るかもです。国内組以外だとドイツ、オランダ、ベルギー、フランス組は招集しようと思えば可能でアジアカップ招集組は呼べそう。どう見ても協会の効用。これも必要なことだから悪いとは思わないが呼ばれた国内組選手のオフシーズンが短くなるのが懸念材料。元日に代表戦か。どこが圧力かけてそんなことするんだ？国内組の選手で呼ばれたら、オフがなくなったり怪我してキャンプに参加できなくなるぞ。